おはようございます。よりよりです。いつもご視聴ありがとうございます。今日もね、山に来ました。で、この間はですね、力のね、ブラッシング、いい手力はしたんでね、今日はね、ちょっと家臣のしてやろうと思います。家臣は短毛なんですけど、家臣もね、もうすごい毛が抜けますね。よしよし、今日もね、ただただね、ブラッシングするだけのね、動画なんですけどね、皆さんね、飲み物でもね、準備してまったりね、ご覧になっていただければ大変ありがたいですね。すごいですね。見えますかね。すごいですよ。家臣ももうめちゃくちゃ毛が抜けてる。うん、あんたもすごいね。短毛なんでね、なかなかやっぱりこう目立たないあるかもしれないんですけど、家臣のね、あのお家の周りね、まあ、犬小屋ですけど、その周りも結構家臣の毛だらけで強いことになってますけどね。ただやっぱり力の方がやっぱり長いんで、また毛の量もね、多いんで、力の方がどうしても目立っちゃうんですけど、家臣またなかなか毛の量がすごいですね。そう、まあ偉いぞ。そう、家臣はね、もう今まで何回かやったことあるんで、もう分かってますね。ああ、こんな感じねみたいな。よしよし、いいよ、松本いいよ。気持ちいいですか。うん、すごいな。蚊に刺されまくり。すごい。やっぱりね、犬のやっぱり一番怖い病気はフィラリアですからね。まあ、他にもね、いろんなその病気もありますけど、まあ飼い主がね、予防してあげれるのはやっぱりフィラリアですからね。ちゃんとフィラリア予防のね、薬も飲ませているので、まあ、結構足、蚊が止まってますけどね。僕がね、思いっきり、もう必要以上にね、虫除けスプレー振ってるんで、僕にはね、あんまり、それでも、ちょっとこう、この辺り、耳の辺りとか、蚊が来るんですけど、それよりもやっぱり、家臣の方、行っちゃってる感じですね。まあでもね、先ほども言いましたように、フィラリアね、予防の薬もちゃんと毎月飲ませてますので問題ないんですけどね。あ、もう耳刺されましたね。耳は痒い。そう、偉いぞ、偉い、お利口。うん、いいね。力は何すんだ。あ、なんか向こうに行ってますね。なんか向こうでなんか遊んでる。あ、家臣もやっぱブラッシングしてやった方が抜け毛もね、落ちますし、家臣自体もなんかどうですか。気持ちよさそうに見えるでしょ、ね。うん、よしよしよし。お前偉い、お利口、じっとしとるやん、偉い。あ、ちょっとチンチンが出とるぞ。チンチンが出とる。気持ちいい。うん、さすが家臣ちゃん。今現在2歳と7ヶ月、人間でいうと27、8歳ぐらいみたいですね。大体あれですよね、人間で27、8歳の男って言ったらね、もう一番なんかこうノリノリのっていうか、仕事もねある程度落ち着いてきて、収入もねまあまああって、まあ人によってはね家庭持ってる方もいるしね、独身満喫してる方もいるしっていう感じで、
20代後半というのが一番暑かったようなね、そんな記憶ありますけどね。いや、えらい、こんなにおとなしいと思わなかった。えらいわ。ちょっと待てよ、ちょっと待て。そうそうそう、いや大丈夫大丈夫、まあまあ、よしよし。うん、そう、ああ、ほら、視聴者さんにお尻向けたらいかんですよ。もういいですか。こっち来い。カシン来い。こっち来い。カシン来い。見えますかね、毛が。毛がすごく抜けてますね。よし、ここ。こっち来い。ここ、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 ここ。カシン来い。そう。座れ座れ、そう、待て、こっち、よし、いいね、そうそう、いい感じ、いい感じよ、そうそうそう。このね、YouTube チャンネルでもね、もうずっと前から言ってますけどね、猟犬に対してですね、まあ、いろんなね、考え方あるんですよ。僕のね、漁師としてのね、猟犬の考え方というのはですね、1年のね、もう多く、もうほとんどですね、愛玩犬として過ごすので、愛玩犬としてね、通用するようなというか、まあ、愛玩犬が、猟期に限ってとかね、山に行った時だけ、イノシシをね、捕獲するというね、感じ。基本は愛玩犬なんですね。なので、愛玩犬としてね、恥ずかしくないようなというか、ね、そんなね、飼育、僕はね、詰めていますね。なのでね、猟犬とかで、ね、飼ってる人の多くはですね、マテとかね、ヨシとかね、あとはスワレとかね、まあ、その辺はね、もちろん教えるんですけど、お手とかね、おかわりとかね、伏せっていうのはね、大体教えないんですよ。山で必要ないんで。ですけどね、僕はね、教えてるんですよ。そのね、理由は、先ほども言ったようにね、愛玩犬としてね、の期間がね、長いので、愛玩犬としてね、過ごしてもらうために、またね、家族とかね、ご近所の方とかのね、協力をね、得やすいので、そんな感じでね、お手とかね、おかわりとかね、そういうのをね、しっかりね、教えていますね。家臣もやっぱブラッシングした方がいいですね。うん、やっぱすげえ、毛が。家臣はですね、冬毛は白なんですけど、夏毛はね、ベージュなんですよ。今ね、画面では白くね、映ってるかもしれないんですけど、肉眼で見るとね、この部分だけ、背中の部分だけね、ベージュなんですよ。ここは白なんですけどね、ここあたり白なんですけど、ベージュなんですよ。で、猟期と比べればですね、運動不足なんで、
朝晩朝夕か散歩はねさせてるんですけど、山をね走らせるのに比べるとねもう全然運動量足りませんので、まあ、それがね、まあ、オフシーズンでもあるわけなんですけど、なのでちょっとね体重が増え気味ですね。といっても24キロぐらいだと思うんですけどね、ベストシーズンで23キロぐらいですけど、今でプラス1キロぐらいなのかな、うん、そんな感じですね。偉い、お前は偉いぞ、じっとして偉い。よっしゃ、じゃあ今回はこれぐらいにしときましょう。よし、歌詞 OK。 よし、いいよ。